はい、フランクです。今回ですね、久々のね、謝罪動画になるんですけども、ちょっといろいろと変わりまして、前使ってた Xperia の 5M2 から、グレードアップしてね、だいぶ。今回一番新しい Xperia 1の Mark5 っていうのを、買いましたと。で、それでそのカメラとか、動画とかで、その辺のね、写真とか動画とかの、テスト動画になるんですけど、今回で、スマホの車載用のフォルダーもちょっと新しく変えたんだけど、ちょっと距離が長くて、なんか振動ですごい揺れてんだよね。ブレブレになっちゃってるから、それをこの Xperia の、最新の、カメラでどこまでちょっとさ、補正できるかっていうか、そういうのちょっとね、見ていきたいなと。で、画質とかもそうなんだけど、今回の状態だと、今までだとね、5マークとかの時にあったんだけど、普通のカメラの、なんかアプリがあって、それがなくなってて、見たらその、5マークとかにもあったんだけど、そのカメラ専用のやつとか、あとなんか動画専用とか、あとなんかシネマンとか、3種類ぐらいアプリがあって、そのうちのなんかカメラの方に特化してる、アプリをね、ちょっと起動したんで。それでちょっとお試しをちょっとやっていこうかな。だいぶ今振動がすごいんだけど、そのスマホスタンドが悪いから振動がすごいんだけど、それをどこまで動画で抑えられるかっていうのは気になるなっていう。で、カメラの画質とかもだいぶ変わってて、前の1200万画素とかから今4800万画素ぐらいまで上がってるらしいから、記録時の画素数は1200万画素だからか知らないけど、でも真ん中の広角のカメラがね、超広角とか望遠に関してはあんまり、良くなってっけど、その画素数的にはあんま変わらないっていうか、全然1200だからあんま変わんないんだけどね。だけど真ん中の広角、普通の標準のカメラについてはだいぶ上がってるみたいだから、画質が、それをね、ちょっとテスト動画って感じで今垂れ流しにしてるんだけど、で、今窓もね、開けた状態になってる。で、撮影内容的には普通の標準の広角のものを使って、で、そのカメラ用のやつ、動画用とかシネマ用とかなんかあって、そっちの動画用とかシネマ用とかでやった方がいいかもしれないけど、なんかシネマ用とかでカメラね、映してみるとね、ちょっと色が変わってたから特殊な感じがしたね。動画用の方はちょっとまた今度お試し用っていう感じで残しておいて、今回は一番最初のなんか写真とかに特化してるアプリのやつ、標準に入ってるやつを起動して、その中の動画を回すっていうので、で、変わってるその性能を見たいっていうのがあったから、普通の真ん中の標準の広角プラス、4K だっけ、 4K って言った方がいいかな、4K でもいいか、どっちでもいいんだけど、その撮影の状態、フル HD とか、 60fps とかじゃなくて、あえて 4K にしてある。で、スマホスタンドも新しくなったけど、長いからちょっとそのブレブレになっちゃうから、振動がすごくて。だからそれをスマホの補正で、どこまで抑えられるかっていうのが見たい。今もね、すごい揺れてるんだけど。4K だとね、ちょっとね、ファイル的にちょっと重くなっちゃうから、あんまね、長く撮れないね。で、なんか今さ、カメラのさ、前になんかさ、ついてるんだよね。あれなんだろうね。多分もしかしたらさ、ちょっとピンポケしてるかもしれないけど、あれはもしかしたらガラスが汚れてるかもしれないから、ガラスをちょっと拭かないといけないね。多分ガラスが汚れててなんかついてる。今回テスト動画だから、また次回もね、ちょっとやっていきたいんだけど、とりあえず今回は初回のお試しで、どんな感じなのかっていうやってみる。
けばよかったんだけど、ちょっとで、ね、ぼやが入っちゃってる、ぼやっていうか、あのなんか、まあ、ピントでちょっとずらしてくれてるのかもしれないけど、なんかさ、この辺についてない、その 真ん中のこの辺にさ、なんだろうこれ、汚れかな、もしかしたらカメラのね、レンズの方についてるかもしれない。ちょっと後で、ね、見てみるんだけど、なんかついてね、白いの、白っぽいの反射してるの、なんだろう、まあ後で確認しよう。まあそんな感じで、まあとりあえず今回ね、あのお試しの車載動画っていう感じなんで、まあ、特に何もない感じです。まあ一回ね、ちょっと他にもね、インカメラ使ってみたいとかやってみたいと思うんで、まあ、今回初回でちょっとね、お試しということで、まあそんな感じかな。ということで、ご視聴ありがとうございました。